こんにちは、心理カウンセラーの高野です。心身症と呼ばれる症状があります。症状としては医学的なものなので、そういった治療が必要だったりするんですけども、要因として心理的なものや社会的なストレスみたいなものも大きいというものですね。で、こういった症状が出てくる方っていうのは、おおむね自分が今どんな気持ちでいるのかとか、今自分の体はどんな感覚があるのか、例えば体調がいいのか悪いのか、疲れているのかいないのかといったものを感じるということがかなり苦手な方が多いですね。そうするとこういった気持ちですとか体調面っていうものを見過ごして無視するっていうことになりますので、結果的にそれが病気っていう形で出てくるところまで行ってしまうということだと思いますね。であれば、こういったところを改善していく予防的な観点からは、自分の気持ちですとか体調、あるいは疲労の度合いといったことを感じ取れる方が、よりこういった症状になりにくいっていうふうに言えると思いますね。そういった取り組みをやっていくことをお勧めいたします。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。